大人の付き合い、山川正夫作アパートの照明の下で見ると、女の首と目尻には、シワが目立っていた。乳房は形よく大きいのに、喉に続くあたりの肉が薄く、生気がない。三十を超えているのは確かだった。 昔の同級生たちとの忘年会の帰り、友人に初めて連れて行かれたバーの女だった。友人はそのバーの常連らしく、次々と女給を彼に紹介したが、何軒も回ってきた酔いもあって、彼はいい加減にそれを聞き流していた。横に座ったその大柄な中国服の女にしても、 だから名前さえ覚えてはいない。ただ金星の取れたなかなかいい体をしているな、とだけぼんやりと感じていた。少しもものスリットが深すぎるが、それもきっと体が自慢だからだろう。それがはずみで妙なことになった。タクシーで二人ほど女給たちを送り、道順なので、 友人が降りると途端に残っていたこの大柄な女が積極的になってきたのだちょうど妻は今初めての子を産みに里に帰っているがらんとした寒い室内一人で茶を沸かして飲み布団を敷く自分それを思うと味気なく面倒な気がしてきてならなかった そこでつい彼は女の誘いに応じる気を起こした。いいわ。大人と大人の付き合いで行きましょうね。女は目の隅で笑いながら彼に言った。いかにも女の一人暮らしらしい狭いが可愛らしく飾られたアパートの部屋の中で女は だが、ひどく、まめまめしく立ち働いて、彼を驚かせた。お茶を入れ、刺繍のついたエプロンを結んで、炒めご飯を作る。きちんと彼の服を畳み、ズボンにはアイロンさえかけてくれる。いいんだ、そんなことしてくれなくても。だって私、こういうことをするのが、大好きなの。 どうして結婚しないんだい半ば本気で彼はそう尋ねた。そうね。嘘ついたことになるのも、嘘つきに思われるのも嫌だわ。これ見て。言って、女は自分であんだらしいレースをかけたサイドテーブルの引き出しから一冊のアルバムを出し、 最初のページを開いた。結婚式の写真だった。女は純白のウェディングドレスを着て、にこやかに笑っている。驚いて彼は見入った。横に立った男の顔だけが、ハサミで切り取られていた。別れたのよ。顔を見るのももう嫌。と女は言った。 アルバムを閉じ、元のところに戻して独り言のように言った。私はすごく家庭的な女なのよ。当然結婚に憧れてたわ。憧れすぎていたのね。だから24四になっても、まだ独身でいたとき、毎年暮れになると、いても立ってもいられない気持ちだったわ。 ああ、今年もとうとうダメ。でも来年こそ。っていう絶望と焦りとがごっちゃになってしまって。あの気持ち、いまだに忘れられない。でも結局それがいけなかったのね。カスを掴んだのよ。彼は呆然と女の顔を見つめていた。何も言わなかった。 ひどい男だったわ。半年足らずで。だから別れたの。でもいい経験だったわ。私もう無理して結婚しようとは思わなくなったし。だから年の暮れになってもあの焦りが来なくなって。それだけでも幸せよ。今私はもうなるようにしかならない。としか。 考えてはいないなのおかげでやっと悲しみも焦りもなく新年が迎えられるようになったわ翌朝直接会社へ向かうタクシーの中で彼は思っていた彼女は今本当にあれで満足なのだろうか確かに 焦りは消えたようだ。が、それで幸福なのだろうか。あの写真で彼は思い出したのだった。まだ彼が大学で写真部にいた頃、二流のファッションモデルだった大柄なあの女を。あの写真はアルバイトに彼が通っていたスタジオで、ある婦人雑誌の付録用に撮ったものに、 違いなかった。頼まれて記念に普通の因菓子に焼いてやったのが自分だった。女はだから多分まだ未婚のままに違いないのだ。おそらく三十を過ぎ、四十にさえ近くなってそれを望みながら結婚のできない自分が彼女にはあまりに悲しすぎた。 で、彼女はあの架空の結婚により、結婚できなかった絶望結婚そのものへの絶望にすり替えて、気を紛らわせている。毎年、歳末が来るたびに落ち込む老状の絶望と小老と、彼女はああして強引に始末し、歳,歳末ごとの その苦しみからああして、やっと逃れ出しているのだ。俺は何も言わなかった。彼女の嘘を暴くのがかわいそうだったからだ。しかし彼は、クリスマスも過ぎた師走の朝の街を、慌たがしれに往来する人々を見つめ、その一人一人の中に潜む、 多種多様の年の瀬の越し方とその重さを一つの恐怖のように感じながら、一体今の彼女が果たして本当に幸福なのかどうかを思い続けた。がその頃、大柄な女はにっこりと笑いながら、 余分に彼が置いていった紙幣を数えていた。彼女には今はもうその一年間に貯めた老後のための預金の伸びの他には何一つ年の暮れの関心事はないのだった。